どうも、こんばんは、エダムです。今回は東京グールリインボーク最強降臨最古討伐クエストの A に、こちらのパーティーで、挑戦していきたいと思います。全員、最古ですね。で、真ん中がプレミアムの、防御力と回復力かな。相手は自分が持続回復と味方の防御力を 1.5 倍にする。で、味方の全員の体力を 25% 回復のサイコと、こちらが誕生日のサイコですね。まあ、アタッカ まあ、サポート両方、まあ、できるということで、こいつのブレイクウォール S プラスですね、こいつがですね、こいつがブレイクすると味方全体に、防御力を 1.75 倍にするバフがかかります。対してこのフェスゲンの、この爆発サイコの方は、こいつがブレイクすると味方全体に 1.75 倍の攻撃を、攻撃力を上げるバフをかけるという、だからこの使い分けですね。ただ今回シフトができないように組んでるんで、まあ、溜まるかどうかってことだな。一旦目あいつをブレイクすることができれば、まあ、まだ可能性はあるんじゃないか。結構厳しい戦いになるんじゃないかな。こいつを確認出せてしまえば多分いけると思うんで、まあ、有利属性取ってるのはこいつだけなんでね。まあ、こいつを、まあ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 って感じですね。うまいこと使ってやっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。まあ、そうだな。最初序盤防御力積んで、いければいいんだけど、溜まるのかな誕生日最高。それよりかプレミアムで粘った方が良さそうだな。一旦防御力上げて、そうするか。プレミアムならなんか溜まりそう。棒、あの誕生日の最高の方のスキルの溜まりやすさあんま使ってないからな。プレミアムなら溜まるだろう。で、とりあえず初ターンはこいつでお茶を濁そう。オッケー、溜まった。使って、で、防御力を上げて痛め耐えます。シフト使えればな。いや、これ2ターン目もやばいような気がするんだけど、正直。敵前衛の攻撃 0.7 倍。まあ最初は我慢よ。で、防御力は一応上げてるから、まあ、誕生日最後に。いやー、でもなー、あいつも食らってるんだよな。麻痺してるから3か。じゃあ普通にフェスゲンの最古の方に溜めさすみたいな立ち回りの方がいいか。フェスゲンの最古たまんないな、スキル。とりあえず自分にバフかけて、で、こっからまだカグネ出すためのスキルを溜めないといけないからね。これいけんのか、厳しくね。これ厳しくないか、この絵面。すげえ。全 1.4 倍のダメージ。うわー、お、まあ誕生日最高有利属性取ってるとはいえ、集中的に攻撃されてるからきついのなんのって。じゃああいつ麻痺してるから本当機能してないんで、フェスゲンの方に、集中的に回していこうかなと思います。一旦回復して、あ、次のターンぐらいあいつカグネ出してきそうだな。オートでは回してたんですけど、厳しいか。なるほど、3ターンだから次のターン切れるかな、バフは。敵単体麻痺は誰に行った、真ん中の最後に行ったか。まあ、真ん中の最後普通に行けそうだな。じゃあそうだな、ブレイクさせたいんだよね。だからこっち、オッケー。とりあえずこれで次の、次のターンね。次のターンは自分の攻撃に物体吸収1削るあれがつくんで、そうか、このターンからか。そう、このターンいけるから、じゃあここはカグネをとりあえず出して、いやー、ちょっと待ってよ。これ最後でこのターン一発ドカンっていけるか。とりあえず回復して、一発かましてもらおうか。このターンまだバフがかかってるからどれぐらい出るんだろう。130万かな今。なかなか厳しい戦いになるな。
で次のターンでもう1回もう2回ぐらいスキルしたけど、いやー来たか。で以前マイナス5ブレイクされるか、危ない、されなかった。なるほどなるほどなるほど、なるほど、耐えてるよ。で、あいさっきここで耐えれたのは誕生日サイコでブレイクさせたから味方全体の防御力が上がってたんだよね。そうだな、まあここは不自然サイコでブレイクさせるよりかは耐えたいから誕生日サイコでブレイクさせた方がいいんじゃないかなと俺は思う、正直。これ削ったところでまだ物体ゲージ削れないよね、マイナス8だから。ちょっといける。で全員殴って、あとは誕生日サイコでブレイクさせるだけ。オッケー、これよ。これが誕生日サイコの強みよ。でスキル打ってドセイ、いいね、いいんじゃない。で回復して働きます。でフェスゲンサイコを爆発する潜在能力打っていく。おら、よしよし、勝てそうだ。最後決めてくれ。いけ、よし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 。なんとか勝てたな。いや誕生日サイコがめちゃくちゃいい仕事してくれた。あいつのでかい一発耐えれたのは、まあ、誕生日サイコのおかげかな。で、あとこいつの攻撃力が高かったことで削り切れた。いいね。なかなかいい感じの縛り、シフト縛りしてたからな、きつかったわ。ということでね、今回は最強降臨サイコ討伐クエストに、サイコだけでシフトなし縛りで挑んでみたという、動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。